村から永井岩田、その後に山田東尾野と続いた人気。3秒を切りました。9レース特別一般戦 A スタートしました。10メートルオープンのスタート、外から永井が行く。今日は決まるか。内目からは田中悟残したが、外から永井が一気にかましてくる。永井がアウトコースから一気に飲み込むのか。内側から3番の岩田恵夫が抵抗。岩田が先頭です。8番永井2番手からの競争になりました。そして6番二村は現在中段4番手になっています。レースは2周目、まずはベテランの岩田が引っ張ります。8番永井は後位の2番手につけました。最高のポジション8番の永井です。3番手は少々差が空いて1番の田中悟、その背後に6番の二村がつけています。中段には5番の青島、外に山田、並んで後方4番東尾の2番森村、最後方となりました。岩田駅を永井大輔ともに走タイム27、元船橋の2人の引っ張り、1番田中悟が3番手粘っています。さあ6番の二村飛龍は24の気力、さあその動きは果たしてどうなのか。現在4番手、残りは3周回。岩田駅が依然としてエースを引っ張っていきます。8番永井2番手からチャンスを伺います。3番手1番田中悟の粘り、そこに二村飛龍、そろそろ動きたいんですが、1番の田中悟が壁になっています。残りは2周回の終盤戦に入りました。先頭3番岩田駅を24回大会の覇者ベテランの岩田が頑張ります。8番長井は序盤で2番手につけるも、なかなか岩田攻略なりません。1番の田中悟が離れた3番手、こちらもキープして上位体制に変動なくブルーフラッグを迎えました。さあこのままの体制でいくのか。長井大輔が仕掛けの体制を作ろうとしましたが一瞬滑った。それでも8番長井狙っていく、内を締める岩田。岩田が完全にシャットアウト。8番長井は2番手までか。3番手も1番の田中悟が粘っている。岩田駅を押し切りました。大当たり、おめでとうございます。元同僚の同期となります。5秒を切りました。3秒前、10レースの選抜戦スタートしました。内目から1番福田が行きました。センターから4番西原智明が伸びていく。そして外目6番の黒川京介も高ポジションか。8番の中村雅人は現在外からかの西原に変わっていく。3コーナー、西原が速攻で1番の福田を捉えました。6番の黒川京介も今日は見せ場を作るか。3番手と上がります。内側粘って3番田中、外を分回して8番の中村雅人、内側潜り込んでくる7番の佐藤雄二であります。中段が混み合っています。4番西原智明先頭、ペースは上がるのか。1番の福田2番手粘っている。その後ろ混戦、6番の黒川が3番手で健闘。その内側に3番の田中、外を回って中村、インコースから7番の佐藤ですがここは飛び込めません。さあ集団となっています、団子状態。4番の西原が先頭に立ったんですがペースがあまり上がっていません。1番の福田2番手ぴったりマーク。おーっと後ろの方から長い距離、ここでなんと落車が発生しました。落車が発生、なんと3車が落車しております。波乱となりました。波乱がありました。4番の西原が先頭、2番手6番の黒川京介、3番手1番の福田カストリとなっています。なんと3車が落車しています。3番の田中、7番の佐藤、8番の中村、3人が落車。残り2周、終盤戦に入っています。残っているのは5車となりました。波乱がありました。この競争、3台のマシンが落車しています。先頭4番の西原、そこに6番の黒川が揺さぶりをかける。さあ黒川にチャンス到来。黒川が切り返して並んで捉えてブルーフラッグ。残り1周回、6番黒川が先頭です。4番の西原2番手交代しました。1番の福田勝利が3番手となりました。最終日は波乱の連続となっています。ここは3車が落車となりました。6番の黒川先頭、西原2番手、福田が3番手で合流。
傾向。10秒を切っています。ブルーランプが消えました。スタートまでは3秒前。11レース特別選抜戦スタートしました。ちょっと前が浮いたのは田村二郎、センターから4番篠原好スタート。篠原がトップで行きました。1コーナーを制したのは4番の篠原敦、2番手が3番の田中茂、飯塚勢先頭2番手に上がりました。3番手2番の田村二郎、中段では引いた6番の浦田、抑え込んだ5番の佐藤孝也がキーマンとなるか。佐藤孝也の後ろに7番の伊藤、さらには8番早川、6番浦田は7番手となりまして、1番の桜井が最後方、4番の篠原敦先頭、3番田中茂が2番手ついていきます。3番手は2番の田村二郎という格好になりました。5番の佐藤孝也が後続勢外枠勢を引き連れています。抑え込んでいる佐藤孝也、そこをすっとかわさろうというのは8番の早川聖太郎、同期の佐藤孝也を取った。4番手へと上がって、さあ追いの主導権をつかんだ8番の早川聖太郎、ここから怒涛の追い上げを見せるのか。7番の伊藤信は現在6番手、試走タイム 2.3 の浦田ではありますが、後方から2番手苦しんでいます。残り3周回となりました。さあ4番篠原、このまま我慢できるか。3番の田中茂が2番手、つかず離れずというポジションに3番の田中がいます。3番手2番の田村も懸命に食らいついて、その背後に8番の早川聖太郎です。さあ残りは2周回、ここから早川がどんなパフォーマンスを見せるのか。前が粘るのか、突破できるか。8番の早川聖太郎、2番の田村のアウトコースから並びかけてくるのは8番の早川聖太郎でありますが、まだ3番手争いとなっている。さあブルーフラッグだ。4番の篠原先頭、3番の田中茂と飯塚勢が序盤戦から勢いを誇るまま走っております。さあ早川がここで2番の田村を捉えて3番手上がりました。飯塚勢に襲いかかる8番の早川聖太郎ですが、もう最後にチェッカーが待っています。篠原、田中、早川は3番手までか。降臨7番の荒尾です。ブルーランプが消えました。3秒前、シルクカップ優勝戦スタートしました。内目からは2番の浅香、3番鈴木、外からピンクの先行青山周平が一気にかましてくる。4番三浦も抵抗できるか。まずは3番の鈴木が行きました。ミニヒーローや真のヒーローへ鈴木が行きました。しかし3コーナー三浦航平飛び込んだ。三浦航平先頭です。3日目から気配一変の三浦航平行きました。3番の鈴木2番手、青山周平はじっくりと前を見ています。さあここで鈴木のインコース、青山周平飛び込んでくる。まず3コーナー2番手上がりました。そして黄色い勝負服、王者も来ている高橋光、4番手から3番手上昇か。残り6周の1コーナー、高橋が鈴木を捉えた。3番手へと上がりました。先頭三浦、2番手が青山、3番手に高橋光が上がっています。さあ先頭4番の三浦航平、実に6年4ヶ月遠ざかっている優勝の二文字、その優勝をこの G1 でというところですが、この1コーナーで蹴りをつけました。青山周平先頭だ、捉えました。青山が先頭、4番三浦2番手交代、食らいつけるか。3番手5番の高橋、追いの足は一息、後ろから荒尾が来ました。荒尾聡が3番手上がっています。さあ荒尾が追撃態勢、まだ周回数は残っているが、8番の青山周平が先頭に抜け出している。しかし4番三浦も離されません、懸命に食らいついている。3番手7番の荒尾、残りは3周回。さあ4番の三浦に逆転の余地はあるのかどうか。しかし青山周平が鉄壁のブロック、先頭に抜け出してリードは現在3写真です。三浦2番手、3番手荒尾、その後に高橋光、苦しくなった。残り2周回、終盤戦に入りました。完全 V で決めるか。青山周平先頭だ。4番三浦食らいつくも2番手変わりません。3番手が7番の荒尾となりました。さあ残り1周回のブルーフラッグが待っています。今だからこそ強く思うファンへの感謝の思い、その思いをぶつける8周回、
無敵のハルクが心地よいトルク感でシルクを軽く制圧となりそうだ。さあ2番手へと荒尾が入ってきた、荒尾が入ってきた、荒尾が2番手上がった、4番三浦3番手やりました。これで G1 全城制覇達成、青山周平。